スナメリさんのカプチーノ頼んだよ。では早速いただきます。砂糖入れよ。砂糖入れてなかった。美味しい、美味しいです。水族館よかったね。あの後アシカのショーとか見ちゃいました。もう水族館とか動物園とかに来るとね、思うのは私も飼育員さんになりたい。あ、見て、さっきまで冷やがってたのに、あれ、こう戻ってきたら海になってる。私の五円玉。ここは雨だからね、海もちょっと青くない。これまた晴れてる日にもう一回来たいね。買ってきました、もみじまんじゅう。しかもね、これクリーム味なんです。いただきます。うん、おいしいよこれ。クリーム好きには嬉しい一品です。さらば宮島、また来るな。帰る時間がやってまいりました。いや、よかったね宮島、朝一に行ってよかった。今じゃすごい人だったから、ね、よかったです。朝一で、まあ、今から電車に乗りたいと思います。無事に岐阜にたどり着けることを祈ろう。8時間半かけてようやく乗ってきました。いやー疲れた。乗ってきたのはやっぱ長いわ。確かに電車の移動時間が長いのは青春18切符の旅のまあリスクかもしれないけど、それ以上にやっぱりもう素敵な旅ができるからね。だからやめられないですよね。ただいま戻りました。いろいろありましたね今回も。今回初めて一人で旅をしたわけですけれども、なんか自分が成長できたようなそんな気がするんですよね。というのもやっぱ誰かと一緒に行くと、一緒にいた人にね、こう何かしらちょっと頼っちゃう部分あるじゃないですか。でも一人だとそれができないから、自分しかいないからどんどんやっていかないと、せっかくの旅が台無しになっちゃうからね。すごい満足感、達成感、一人旅にその達成感がすごくありました。普段できないようなことができたからね。その倉敷でね、あの滝さんに会って一緒に回ったり、初めて会った人だから、ね、初めて会った人と一緒に回ったんですよね。もしあれが一人じゃなくて誰かと一緒にいて道を聞かれたとしたら、まずこうそんなことにはならなかった。一人だったからこそ出会いがあったり、あとビデオには撮ってなかったんだけど、今回なぜか私今までそんなこと一度もしたことなかったんだけど、カップルがねお互いを取り合ってる、なんか不意にあこれ私いけるかもと思って、不意にね何も言われたわけじゃないんだけど、撮りましょうかって自ら偽善者ごっこをしたね。これ3回ぐらいさ、カップル見つけては撮りましょうか。これ新しい遊びですね、偽善者ごっこ。これ次回旅した時はその様子もちょっとカメラに撮っときたいなとは思います。なぜかそういう気持ちになれた。一人旅って不思議ですね。今回の青春18切符一人旅、倉敷でも厳島神社でもいろんなことがありましたけれども、また次は別の県に行ってみたいと思います。皆さんも次回の旅をお楽しみにしていてください。お疲れ様でした。おやすみなさーい。